今日開かれた地方議会でメガバンク出身の39歳の市長が議員たちに声を荒らげました。恥を知れ、恥を。こう議員を批判したのは広島県安芸高田市の石丸伸二市長です。今日の市議会に議員定数を半分に減らす条例改正案を提出しました。石丸市長は安芸高田市の出身で京都大学経済学部を卒業後、三菱 UFJ 銀行に入行。おととし、河井克行元衆議院議員による買収事件で前市長が辞職したのを受け、市長選に立候補し37歳で当選した若きリーダーです。新しい政治を目指し市議会の改革に乗り出した石丸市長。しかし就任直後の市議会では市長の答弁中にいびきの音が響いたのです。対面の診療が原則となっていまして、提供できる医療にはやはり限界があります。眠たくならないような答弁にしないといけないなと。石丸市長は SNS で緊張が足りないと指摘。その後も市議に対し質問しない、説明責任を果たさないなどと批判してきました。一方、議会側は石丸市長提案の副市長人事を否決し、定数半減の条例改正案を可決するなど対立が深まっていました。そして石丸市長は今日、財政の健全化を目指すなどとして議員の定数を現在の16から半分の8に減らす条例改正案を提出したのです。議員8名の削減によって人件費は約年間4500万円圧縮できます。定数削減は議会軽視だとの批判についてはこう反撃しました。居眠りをする、一般質問しない、説明責任を果たさない、これこそ議会軽視の最たる例です。恥を知れ、恥を。という声が上がってもおかしくないと思います。どうか恥だと思ってください。しかし採決の結果は賛成1、反対14の大差で否決となりました。